はい、どうも赤星、赤崎、赤星マジアス TV です。はい、お願いします。さあ、今回どちら行ったかというとですね、ピコピコポンさんですということで、PPP だね僕は2回目の訪問ということでございますね。場所は、副都心線西早稲田駅からもうすぐ2分のところにあるということで、一応高田の馬場駅からも歩ける、10分で行けるよという、はい。コロナ前から実はですね、お鍋で持ち帰りをやってまして、うん、周りの大学生こう住んでるからこうもうめちゃくちゃこう注文出るらしいですよ。早稲田生が、なるほどね、すごいですよね。やっぱやりたいし、近く住んでたらね、うん、やっちゃうよね、やっちゃうよと。基本メニューラーメン、プチラーメン、汁なし辛いラーメン、他にもね、期間限定麺、それからオリジナルトッピングと、まあ、お酒類だよね。で今回実は赤崎さんと一緒に行ってまして、あ、行きました僕も。今回私は汁なしをいろいろトッピングつけて頼んでるんだけども、あなたはねここにあった冷たいやつを頼んでるんだよね。そうですね、はい。それはまた次回ということで、はい、よろしくお願いします。お楽しみ。先にこちら着丼です。汁なし900円、全マシマシ。うずら美味しい油、トロフポグラということでうずら入れちゃってますね。うずらは入ってますよ、今回はね。でこれ大量かつお節入ってますけど、これデフォルトでね、これデフォだったんだ、これデフォです。はい、トッピングではございませんね。そしてこちら左がトロホグ豚、右が美味しい油でございますね。美味しい油、後ほど出していきますね。はい、かつお節で見えないんですけども、この2枚豚入ってて、うずらは丼の中に実は隠れてます。なるほど。はい、ということでまずは豚ちゃんからね、いっちゃいますよということですね。いい形、三角形のね、いい形ですね。これね、ホロホロ豚ということで、豚自体の旨味が強いね。かつお節パンチ加わってるんで、序盤から天揚げです。はい、天幕、天幕です。天幕、はい、天幕です。かつお油ね、しょっぱ油、かつお節染み込んで、うまみを逃さないようになってるんですね。ギュッとなるんですね。で野菜油なんですけども、相当なクタ野菜だったんでね、これね。そうですね、しなしな野菜とかつお油の組み合わせでギュッとしますね、さらに、さらにギュッと、ギュッとします。はい、まあ、あんまり標高高くないんですけども、クタ野菜としてはかなりのマシマシ具合、つまり標高は高くないけどもクタだからギュッギュッとしてますね。はい、まあ、腹に溜まりますね。溜まりますね、はい。でそんなこと言ってる間にやっと麺が出てくる。これ平打ち麺なんですね。ちょっとこう黒胡椒がもうまぶしてあるんでね、最初からこうやってるんで、まあ、卓上にねあんまりあの調味料がある感じじゃない。まあ、確かに少なかったですね。そう、うん、で硬さは、まあ、デロ麺と硬めのちょうど中間ぐらい、まあ、バランスうま麺ということですね。もうギュッ、あ、それもギュッとギュッてないですよ、ほわっとしてます。あ、ほわってですか。あの、バランス系なんで否定するところはちゃんと否定する。インチ教授さんと同じ出方ですね。ボワッとはね。まあレンゲはね入り口にあるんで、なるほど、後ほど店員さんに取ってもらいました。はい、ニンニクはですねやや大きめ、マシマシ度は高めでございます。そして味付け、あ、その前にねやっぱね総大生にはですね、このニンニクをまず摂取してからね講義に出てほしいね。投稿前にもう教授次第では出てけよ。あ、まあそうだね。あ、そうですか。全員出てけお前らって。いや教授も食ってる可能性あるから。マジか、お前教授が食ってる可能性あるね。スープいってますよね。これ汁なしですからね。あ、これ汁なしなんだ。これ汁なしです。はい、汁ありありだったよ、ね、ありありだけども素晴らしい皮乳化スープといっちゃいますもうね。案外ですねこれすっきりした飲み口でごくごくいけちゃうよということでね。で卓上開始ないんで、まあ、濃いめが好きだよって人は絶対辛めはコールした方がいいかなと。ね、マストでね。そう、うん、ございますね。そしてついに来ました。美味しい油です。肉だけどね、もはやね。あ、これ気づきましたね。こうなんです。油というよりは豚の油が多い部分が入っているという、そこが美味しく味付けされてるんですね。もう別皿豚だもんね。まあまあまあ、ほぼそうだよね。追加豚のような感覚です、で、また追加豚、ね、こちらもあります。はい、このトロホグ豚、味付けはごま油、そしてちょっとピリ辛のネギが入ってる、なるほどね、ふわふわ豚です、ね。先にこう口に入れるとですね、後味がこう残るんで、はい、追い麺をするとすごい美味しいですね、その後に。あ、はいはい、塩食らうかのごとく。あ、そうそうそう、数いってるかのごとくね。そう、そしてうずら、そんな食い方を3匹いっちゃいましたね。豚系の食感がねちょっと多めになったんで、プチプチとした食感が後々で良くなってくるよということですね。そんないっぺんにいかんすよ。他にもまだ2個入ってるから、ね。ああ、そうだった、まだ、まだあるね。こうなんです、ホグ豚うずらを作っちゃいますね。え、ホグトンだったら嫌だけど、ホグ豚だと思いますけども、
はい、自分で編集し、ポグトンでもいいですけど、ポグトンでもいいですか、ポグトンうずらね、これあの君に豚のエキス染み込んで運命ということでね、簡単に解説をして、はい、ごちそうさまで、あ、あっという間にございました、いい味でしたね。さあ見ていきましょう、ステータス高めですね、これはピザピザ 90.58 出ちゃいました、ありがとうございます。なるほど、本のロゴすごかった、うんね、あカラフルでなんかね、ウゴゴルーガみたいな、ウゴゴルーガみたいな、懐かしのね、勝つからね、逆なんてゴーゴーガールになるというね、あそういうことだったな、 あれ、あ元ネタそうなの、そういうこと、まあまあ、はい、本当だ、うわすげえ、そういうことになるんですね、あそうなんだ、今知ったわ、ピコピコポンきっかけで、あそうなんだ、らしいですよ、まあそんな感じでね、言ってるピコピコポンさんといえばですけども、はい、前に歌舞伎町でお世話になった、うん、レンタルチロを食べる人、うん、清水くんがいるお店なんですよね、はいはいはい、いやなので仲介していただいて、お店ご予約させていただいたんですよ、いやありがたいですね、本当ありがとうございます、この日清水くんは、あの非番でした、お前、はい、いらっしゃらなかったですね、会えなかったです、嘘だろ、はい、いや大体会うのよこういう時ということで今回これあげましたけども汁なし、うん、次あの赤崎さんの冷やしがあるんでね、うん、そうです、そちらもぜひとも、はい、もう一発ピコピコさんお楽しみに、はい、ごちそうさま、はい、っThank you.